まだとても信じられなくて不安な気持ちのが多いんですけど、せっかくセミファイナルの舞台に立つことができるので頑張って演奏したいなと思います。どの舞台でも曲を通してその曲の本当に素晴らしいところや自分の気持ちを伝えることを心がけているので、セミファイナルでも自分の気持ちや自分の音楽が聴いてくださる方々に伝わるように頑張りたいと思います。やっぱりお忙しい中でたくさん時間を作ってレッスンしていただいた先生たちや、いつも家で応援していてくれる家族のみんなに伝えたいです。